最近強化されたレムの練習風景の動画になります。これはランクではなくてノーマルですので、まあこんな感じのことやってんだっていうのを見ていただければと思います。今回は最近バフが入ったレムですね、タマコに続いてレムの動画になります。マッチングで練習していた動画で、多分2回目か3回目のレムの仕様ですね。わざわざ契約券で買ったやつです。構成としては、まあ、特に見方悪くはないんですが、まあそうですね、まあ、トラキの栄養ウルトに対して項目のウルトがぶっ刺されば価値格なのかなって感じですが、多分そんなシーンあんまりなかった気がしますね。まあ、最近は開幕流行りですね、下レーンのところをカットしに行くような流れで、まあ、1本目と2本目の間ここから入ってカットするのが無難な位置かと思いますね。まあ、この時に、まあ、今回だと06ですねみたいな感じで味方のバフをチェックせず相手の赤バフに突っ込んでいくっていうのは一つの戦法なので、まあ、逆に内側の方がボットレーナー見えなかったら同じこと06というみたいな感じのことやってるので、赤バフにチェックに行くようにした方がいいと思いますね。ただまあ逆にあれをやった場合分かってる人は見に来ますので、まあ、逃げることをしっかりと考えておかないとダメですね。だから普通に歩かずに逆に敵側の遠くの方の茂みでリコールするとか、そういった形のことをしないと、まあ、今みたいな06みたいになっちゃうので、まあ注意しましょうねっていう一つの例ですね。まああれは悪くはないんですけどね、まあ分かりますからね、やってたら。まあで今回の場合敵がレーンカットしてないんで、まああれやってもさほどとんでもないことにはなんないですけど、これでまあレーンカットしてあれやって死んじゃうと多分損なんですよね。だからまあ、状況見てやった方がいいのかなって思うのと、あれやるんだったらワンチャンスマイト持ってハンマー持ってやってしまってもいいのかなとは思いますけどね。まあただハンマー持っても使い道がないんでね、それしかまあなんとも言えないですけど、ちょっともったいなかったですね今のは。まあ、帰ってくるっていうところをリコールするっていうのに変えれば多分生き残れたと思うんですけどね。ここで相手のミッドがフラッシュ1ですね。まあ、ニスキがねだいぶ強化されてますのでかなり強いっていうのと、まあ、順風寺はまあしょうがないですね。ビシャモンテンがまあマークスマンのアンチなので、まあ勝てないことが多いですから、そうなった場合はおとなしくレーンを変えてくれって味方にお願いするのがいいと思います。でまあ敵はね下のカエルに行ってるのが分かってますので、まあそこは絶対間に合わないですから、もう寄らないですね。まあ、おとなしく連用しながらって感じでやろうかなと思うんですが、敵がねこれまず3レベルなんでウルト絡めて突っ込んで失敗しましたね。ウルトの爆発がねこれ自分で任意のタイミングで爆発できず固定時間の後に爆発するって形なので、そこの使い勝手が思いのほか自分で使ってると長いなっていう気がするので、ちょっとめんどくさいですね。でまあ今回敵に青バフスティールされてますので、まあ脇時間青バフ見えますから、まあ先にしっかりと取られた青バフから始めて、で時間的にね青バフ食った後相手のさっきが06がスティールしてる赤が来ますので、まあボットサイドによらずこのままトップサイドの相手のジャングルに入ってます。でまあ多分そのまま行けばサクッとやれるんじゃないかなってことで、まあ何事もなく取れますね。まあ、こういった形でしっかりと、バフはスティールしながらぐるぐるするっていうのが序盤の動きですね。でトラキの人もしっかりとついてきてくれるので、最近結構ねついてこないサポート多くなっちゃったん でさっき開幕の時にフラッシュしてますから、トラキのウルトが逃げれないですね。もう、まあ、この辺もしっかりとフラッシュいつしたかっていうのを考えてガンクすると楽です。まあ、立ち上がりはすごいよく試合動かせてますね。まあ、こういった形でやっぱりサポートが一緒に動いてくれると大変助かりますから、まあ、変なことせずこういう形でやってくれると楽ですね。まあでも敵もしっかりとワード生やしてますからね、こっち側の方に。まあでも最近私は前も言ったかもしれないですけど、自分側のとこにバフ刺す、バフのとこに刺すのが好きですね。まあやっぱり相手陣地刺しても今みたいな感じで簡単に消されちゃいますから、あんまりって言わないですけど、まあ、今回敵に刺してますけど基本は相手のところに刺しますね。でまあビシャもこういう状況安易にやっぱりニスキ入っちゃうといざって時に逃げれなくなっちゃうので、ちょっともったいないですね。まあでも本当に立ち上がりはいいですね。でここも育ってますから、もうレベル差がここで3ついてるんでね、もうぶっちゃけ正直 AA で楽勝で勝てますね。ハンマーが8になるとスロー効くので、このスローがめちゃくちゃ重いですから、
まあ、これを活かしながらパシパシっていうところですね。ただまあ敵もしっかりとあのカエルやってますから、まあしっかりとしてますね、そこは。あれ、これカエルしてないのか。さっき06のとこでカエルっぽい視界が見えたっぽかったですけど、やってないみたいですね。まあ、しっかりジャングルクリアして、ワードがめっちゃ生えてるんですよね。結局その前も言った通り、除外アイテム管理しきれないとこういう形でワード生やされまくって鬱陶しいんで、なるべくミッドレーナーが、まあ、気がついたら回収してほしいですね。まあ、あれで視界が取れますから、まあ、どこにいるかって分かるだけでもでかいですね。で、まあ、トップ数かけてウルトから入ります。本当はね、聖の方行きたかったんですけど、まあ、タワー下っていうのもあったんでね、近場のところからやってますね。ボットは順風自が大変なことになってますね。まあしょうがないですね、あれは。まあ3人連れてるんで、ボットにこのままトップですね、これはもう。でまあこの時聖が、まあ、ああいう風にタワー下逃げちゃいましたけど、まあ、数的にきついんじゃないかなってことで、ああいう時はもうサクッと捨てで諦めた方がいいんじゃないかなと思いますね。いて、まあ、上を取った代わりに下がやられるって感じですかね。まあ交換ですね。スコアはいいんですけど、まあ、私がキル持ちすぎてるって感じですね。で、まあ、今みたいな順風寺の位置であれば相手がバフ入ってる可能性があるので、まあ、ちょっとチェックをちらっと見てほしかったかなと思います。まあ、やってなかったんでよかったですけどね。奥側の方は取られてるっぽいですね。まあ、相手がちょっとタイミング分かんないですけど、奥側のあれ取って宝箱があれ残ってるっぽいんですよね。もったいないですね、あれは。で、順風はミッドにおまけウルトしに行ったんですかね。トップでわちゃわちゃしてますね。まあ、とりあえずジャングルチェックしながらって感じと、まあ、またミッドが美味しい位置にいるので、とりあえずウルトぶっ放しに行ってますね。まあ、本当にレムはこんな感じでワンコンなのでお手軽ですね。多分白骨以上に使い方は簡単ですね。ただここは行き過ぎたんですが、トラキがしっかりと奥でキャッチしてくれたので、ウルト貯めてから行ってるドーンで見ていますね。まあ、本当にこれぐらいって言ったらですけど、これぐらいのキャラクターなので、まあ、特別何かすげえ難しいことってのはないですね。で、まあ、レベルも早く上がってますからね。2レベル3パートついててファームしまくってますから、まあ、これがレムの強みですね。サクッと育ててサクッと終わらせるっていう。ただこれ逆に早く終わらなかった場合きついので、こういう時は本当にサクッと終わってもらわないときついですね、試合として。でまあ、06もね、ここ折った後敵のミアが多いんでサクッと引いた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、順風くんがそのまま敵トップに連れてボット折れてますから、よかったのかなって感じで、あとはカエルですね。ここまでは試合の流れはいいんですけどね。除外アイテム取りに来たらえらい目に遭いましたね、相手。いやー、まあまあ何事もなくやれてる感じですからね。まあスコアはいいんですけど、どうですかね。突撃準備、攻めて。ジャモンさんですね。いやー、まあ先にしっかりとナイフを置いておけばどっちに動いてもなんとかなるっていう感じで、まあしっかりとその辺ですね。まあ直下置きだけはやめた方がいいかもしれないですね。殺しきれないか、確実に殺しきれる状況以外は、まあ、偏差打ちしといた方がいいですね、ナイフは。まあ、ただ私はあんまりナイフから入ることは珍しく少ないかもしれないですね。トラキもね、しっかりとウルト決めに行きますからね。相手さん、トラキのあれが煽ってると思ったんですかね。いやー、まあ今のはね、ワンチャン殺しきれない可能性もあったんでね、タラタラ打っただけだと思いますけどね。なかなかにしてあれですね。まあでもね、猫が湧いてて時間的にもあれなんでね、そろそろ猫警戒しながらって感じですな、したいんですけど、どうですかね。まあでも私はしこたまファームしてますね。まあするここまでする必要はない気もしますけどね。ちょっと過剰にファームしすぎかなって気はしますね。
まあ、アーリーなキャラクターですからね、まあ、十分金も持ってますし、キルも持ってるんで、このままあとは敵を殺し続けて、サクッと試合を終わらせたいんですけどね、まあ、長くなるとなればなるほど、ちょっと良くないですね、構成的に。ペラペラですから、内側が。トラキだけなんでね。でも、いまだにトラキウルトと項目っていうコンビを見てない。まあ、そもそもね、イニシエートを私がぶっ込んで、後でトラキがついてきてるような状況なので、まあ、後続ついてこれてないっていうやつですね、これが。いや、気持ちいいですね、ナイフのファン。強いですからね、ナイフって地味に。ダメージもいいですし。さあ、どうすかね。いやー、やってもうたっすね、これは。でもね、まあ、ここやるのは分かってたんですけどね、一人だけだったらサクッと殺して逃げれるかなと思ったんですけど、ここ判断が悪かったっすね。先にウルトをもうちょっと早めから貯めて、2スキして、ナイフを後ろに投げて始めれば、多分逃げれて殺せたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとそこがね、使い方が下手くそで、まだ頭が回らんかったっすね、そこまで。で、ここもなんかああいう風に逃げるわけじゃなくて、今みたいな感じで左に置くのは正しいんですけど、あのあと右にもうちょっとムーブして敵を釣る。ただまあヘルスが私のローだったんで、まあ、それができんかなって判断だったのか、テンパったのか分かんないですけど、ちょっと逃げ方が悪いですね。まあ、ただ珍しく私がマイバットって謝ってますね。なかなかないと思いますね。あとは買うアイテムをこれ悩んだんですよね。どれ買おうかってことで、まあ、突撃にゃんかなと思ったんですが、パン買ってると突撃にゃん買えないので売りますね。あ、そうですね。いやー、でもきっちいっすね、試合として。16中11キル私が持ってますから、他が言うて育ってないんですよね。で、本来育ってるはずの順風先生が育っておらず、06なんですよね、時点に金持ってるのが。どうすかね。そう思うと、私の11消すと5対11ですから、まずいっすね。結構にしてまずいっすからね。そう思うとね。だから逆に私落ちちゃまずいってことですよね、これ。下にカエルのカウントが始まってて、上に猫なんですよね。まあこれ下押したら敵釣れんのかなとも思ったんですけど、まあ、とりあえず、この下の方をプッシュしながら、まあ、猫のところまでは視界を、あ、じゃあ、カエルのところまでは視界を開けときたいですね。で、まあ、06号もね、相手のジャングル、ちょっと軽く、アルタエゴあるんでね、入って、うまいこと処理しに行ったらいいかなと思ったら、これめちゃ釣れたんですよね、下に。4人いるかなぐらいですね。ってことは、このまま06先生、アルタエゴを活用して、猫チャンスなんじゃないかなと思ったんですけど、オブジェクト折りに行っちゃったんですよね。んで、項目もミッドによっ、下側のジャングル寄っちゃったんですよね。いやー、猫チャンスでしょうって思ったんですけどね。で、今から始めちゃうっていうのは、まあ、良くはないですけど、でも、アルターエゴを先に打っといてほしいですね。使い、今、クールダウン上がってますから。あと、項目先生は、ウルトのフィールドに乗らないとパッシブ発動しないんでね。そこに乗らないといけないっていうのと、項目は、どっちかな ?1 かな ?1 の方でこれタイミング合わせれば、どっちで、スキル避けれますので、別にタワーそこから抜ける必要はないんですよね。っていうのと、マジで火力が足りねえっていうことになり、これワンチャン事故らんっていうすごい不安ですね。もう MP もないですからね。万が一ここに敵が来た日なんてなーっていうね。なるほどね。あ、まあ、そうですよね。いい感じな流れが来ましたね。いつも通りの流れですよ、これはもう。そして私もね、頭がおかしくなりましたね。いやー、タゲが悪いわ。で、白蔵痛えわ。今のはそこに飛び込むわけじゃなくって、上に来てる白蔵側にナイフが正しかったですね。やりましたね。これはやりましたよ。この時間の今の死に方はクソ雑魚ですよ。まずいですよ。これはまずいですよ。いやー、やばい。やばやばのやばですね。順風寺の金のなさもやばいですけどね。いや、トラキうまいウルト。これうまいウルトの打ち方ですね。結局、下分断して上、後ろと前が分断できてますから、めちゃめちゃうまかったですね。順風寺がええしときゃ死んだやろって感じだったんですけど。いやー、トラキの人うまかったですね。そしたら白蔵の2隙に巻き込んで飛んできましたね。きちいなーっていうね。困りましたね。スコアまずいっすね。あんな余裕だったのにね。
やばいやばい。いやトラキのウルトの打ち方めちゃうまかったっすね今本当に。あれ正しいウルトの打ち方ですよ。消し飛びましたね。まあでもしょうがないですね、トラキ近づかないといけないんで。白象の目の前に行ったらウルトで吹っ飛びますからね。トラキであっても関係ないですからねあんなもん。いやでもきっちりっすねこれ。いつも通りの展開になってきましたね。いや私的には全く美味しくないですけどね。ノーマルですら勝たせてくれねえのかよっていう。いやーこれでね、まあ後ろからとりあえず白蔵先生をぶっ殺しに行くってやつですね。まあウルトが上がってなかったのは分かったんですけど、まああのスマイトと2-1でいけるかなと思ったらいけましたね。いやーせいやべえですねこれ。死ぬ、危ねえ。危ない危ないこれ死にますね。いやでも聖のウルトもね範囲が広いですからね、本当にワンチャン消し飛びますね簡単に。でまあ例えば今みたいにボットサイドをしているときはもう、まあでもそうか、まあ寄ってますからね、まあしょうがないですね。まあそのアルダエゴー先生がミッドをしに行こうとしたじゃないですか。であればトップの反対側のサイドをガシガシ押してほしいなっていう感じなことはありますね。実際問題近い、ミッドだと近いじゃないですか、トップだと正反対のレーンですから、まあ、押すときはまあ反対のレーンを押してほしいですね。敵のまあマップが狭い分ね、このゲーム寄り切れちゃいますからね。いやー殺しきれんかったっすね。まあ4落ちなんでね、なんとかって感じではあるんですけど、まあただただ難しいっすねこれは。おとなしくバックですね。まあミニオンがいないんでね。で、真ん中3本目折れてますから、まあちょっときついっすね。もう本当にレムの時間は終わってますから、おとなしく裏側から、まあ、白蔵か聖落とす作業をするだけですね。まあ、または雷神し。もうタンクは無理ですからね、この時間。まあでも1スキを押した後、ソグ1スキで飛びに行けないことが多い気がするんですけど、なんかディレイがあるんですかね。反応が悪いんですかね、ちょっとよくわかんないけど。いやー、順風美車門こんにちはしちゃいましたね。耐えれないですね、この時間はもう。アーリーも無理だけど、レイト時間こそまさに無理ですね。困っちゃったですな。マークスマンが落ちると落としきれないですからね。で、ミット当たってますからね。もう。いやー、困りましたね、本当に。これ敵寄ってきてるの分かってますから、全力で逃げますね。06、分かってなかったんかなと思いつつ、引いてって言ったんだけどね、トラキが行っちゃったんですよね。まずい、流れがめっちゃまずいですね。もうでも、ボットもどうしようもないですから、あんなもん。これはタワー折り性能がある精鋭をとりあえずぶっ殺しに来ましたね。もうああいう時は無理っすね、下は。いやー強いですね、やっぱり。まあ精鋭白蔵はこの時間でも全然レムのワンコン圏内ですから。いやーただただちょっとあれですね、10、いやスコアはね、接戦なんですけどね。なんか猫してそうな空気ですよね、このマップ感的に。でも茂みは行きたくねえんすよね。いやージャングル怖えなーって思いつつですよね。まあそれやってますよね。いやなんか甘えてリコールしてるやついねえかなと思って、まあいなかったですけど。これもう覚えてないんですけど、これどうだったんかな。なんかまあどうやって勝ったんだろう。結構泥沼ですからね試合。まあ06はいないんですけど、あのうまいこと当たってるっぽかったんで裏からですね入っていく感じですね。もうビシャモンでも届かなかったんでビシャモンですね。ただビシャモン先生逃げれるんでね、項目先生の2スキは範囲が広いですね。2落ちです。まだ当たってますから裏からゴートゥーですね。これはすごい謎だったのが、聖が猫に乗っていたっていうね。まあ
生は猫に乗っちゃダメですね。もうどんな状況でも生で猫に乗ることはないですね。まあタンクかサポートじゃないですかね、乗るんであれば。まあここでね、生が今みたいに乗っちゃうとダメージ出さんとかん人がね、あれになっちゃうんで、これこのままエンドにできるのかな。なんとしてもエンドにしたいんですけどね。最近エンドにできるときにしないケースすごい多いんで、これだって奥に行って白象がぶっ放しに来るのが分かったんでブロックしに行きましたね。あーよかった、勝ったよ。危ね危ね、結構しんどいギリギリな試合でしたねこれ。いやーまあでもキャラが強かったっていうのとね、まあノーマルだったんでね、こんな感じですね。いやーきつかったっすね、でも重いのか。はい、じゃあ続いてここからおまけですね。初戦の初めてレムを使った試合になります。なので若干順番がずれてますが、これまたノーマルの練習ですね。まあおまけなんで見てもらえればと思います。まあ構成的にはまあ明治が激多い感じですね。あの正直なところこの試合味方が AI なのかなって若干思ってて本当に俺 AI とマッチしたんかなって思ってたんですけど、これど AI じゃないですよね。一応マッチング終わった後見たらその各画面で開けるので多分 AI じゃないと思うんですけどね。でまあこういう形でやってここまでついてくるってことは AI じゃないですよね。いやなかなかこの試合ビビりましたね。でまあ延々と戦い続けるっていうか、まあうちのジャングルのとこでこれ AI って荒らさないですよねジャングル。いやなんでねその戦ってますよね。なんかもうよくわからん感じですね。まあトリマー相手のいつも通りジャングルを荒らす動きをしつつ、まあ盛大にね取られていくんですけど、まあ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 しょうがない。で明治が3なんですよね。まあノーマルなんでね何とも思わないし別にどうでもいいんですけど、なかなかこの試合すごいんですわ。で今回多分そうですね、白象がこれあれなんですよね、サポートっぽいですね。でマックスマンなし構成ミッドキュービーで現中がマックスマンの位置でボットですね。なかなかなんですわ。まあバカバカ白象は取ってきますが、まあ、レベル4になってるんでね何でもいいかなって感じで、とりあえずガンク茂み待ちですね本当にこれ初めての試合なんでスキル回しがねど下手ですよね。いやーなかなかね、まあ、初めてはこんなもんですよみんな。防御塔に敵襲あり、どうかなって手探りで使ってる感がバレバレですね。でやっぱ強いっすよね。まあ開幕トップレーントップサイドのジャングルでごちゃごちゃしたんでそれでだいぶキル差が生まれちゃってますが、まあやっぱり強いですね。まあ明治マックスマンであればレムワンコンなんでね、最初本当にお手軽ですねキャラクターとして。でここから白象先生が消えてしまったっていうねサポートの、まあまあでも別にノーマルなんでね何も思うことはなく淡々とジャングルをするって感じですね。でトップのダイブですねこれ。いやーこれ出るのが早かったっすね。でこの使い慣れてない感やばくないですか、ブルト使うタイミングで下手くそかよっていう、ひどいっすねいやでも本当にこれ ほんまの1回目なんでね、まあちょっと許してくださいやばいっすね。で白象先生がよくわからん位置にいるんですよね。よくわからんですね。まあでも敵は
ちょこちょこ見かけるのと、現地はボットルなんか遊んでますね。まあでも一旦モメンすごい強いキャラクターですからね。もうあれはタワー行かずにはあのファーム優先してますね。でタワーなすりつけたら、これでガンク行こっかなって感じのことを考えてるはずですね。でここはちゃんとやれるのかな。OK ですね。いやーなんかちょっと見てて不安になりますね。コンボちゃんとできるかなって。まあでもね、今みたいな状況だとニスキーが当たっちゃうと単体で必ずスタンしてしまうので、ああいう状況になった場合はなるべく早めに何かしないとまずいですね。まあ、とりあえずミッドに行くってミッドに行く感じですけど、死んじゃってますね。まあ、メイジはこんな感じでバンパンですね。レム使うときは基本的にはまあメイジかマークスマンをガンク行くときに狙うだけですね。で、まあ、白骨と同様あのワンパンで落とせれるジャングラーになるので、さほど難しい操作は必要がないですから、やはり初心者向けのアサシンといえばアサシンですけど、まあ息つきのナイフが若干の挙動がちょっとあれかなってところと、ウルトがあれなので、白骨とレムどちらが合うかは人によって違ってくると思いますね。ただまあやはりアサシンっていうキャラクターなので、まあ役割としてもやっぱねえね、茂みからスコンって一人落として帰ってくるみたいなやり方をしないといけないので、まあ初心者向きとは言ってもまあまあまあって感じ。まあアサシン自体がねそもそも初心者向きじゃないので、これは危なかったですね。ああいう時はサクッとウルト使って移動速度を上げて逃げるっていうのはいいですね、手としては。いやーでもねスコアがまずいですね。一人に対して当たればかなり強いので、まあ、こういう感じで茂み待ち、あの安易にチェックしに来た一人にニスキを当てて、ああいう感じで落としていくっていう。ウルトがなくても本当にニスキだけめちゃくちゃ強いですから、まあ、今見て分かる通りですね。賞金ハンターじゃなくって課金の杖ができればそれだけでもかなりのダメージが期待できます。いやーでもなかなかスコアがまずいっすね。どこでそんな11も死ぬのかっていうそのキル差が出てるんですけど、ちょっとよくわからんですね。まあ、ノーマルなんでしょうがないっすね。あとはやっぱりレーンの放棄が多々目立ちますね。ボットレーン誰かが行かないといけないのに、なんか毎回私がウェーブ食ってる気がする。別に高精度のコーナーは何にも言わないんですけど、やっぱりそういうなんかね自分のレーンを完全にスローイングしちゃうというか、まあ、誰がどこのレーンかもよく分かってないしね、この試合。っていうのも含めて俺は AI なのかなと思ったんですけど、多分違うんですよね。で原虫がやっぱりボットレーンを捨てちゃうんですよね。もったいないですよ。ファーム的にもったいないかなって思うんですけどね。全体的にヘルスがローですよね。まあ、いきますよね。ここですね。慣れてないのが出ましたね。ニスキが全然出なかったんですよね、これ。下手くそでしたね。もったいなかった。いやー、まあ敵の順風寺がうまく逃げたのか、味方の原虫がどうだったのか、微妙なとこですけど。もったいなかったですね、殺しきれず。あと最近相手の妖霊の人のビルドをやたら見かけるんですよね。あの紫のマント、アクティブマントに移動速度極突で、多分この次防護服来るんじゃないかな、放射線のっていうのを見かけるんですけど、クロートすぎるビルドですよね、この妖霊のやつ。だって HP が全く上がんないから、あの装備あれ買っても多分ダメですよ。でそもそも紫のアクティブマントは強い、もちろん強いアイテムですけど、集団戦の時にグループアップしたりとか、ちゃんと使える時に使えないとマジ無意味ですから、おとなしくあのショールの方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
スコアは巻き返してきましたね、なんだかんだ。いや、出てこなかったんですよね。来ると思ってウルトで待とうかなと思ったら、って感じですね。まあまあまあ、スコアはこんな感じなんですけどね。まあまた、なんかやっぱレム使うとスコア取れちゃうんでね、キルが簡単に。ただ味方が育ってないってことが非常に多いので、まあそういうところがどうなのかなって感じはしますね。ランクでもそうですね、やっぱり取れますから火力は出るんでね。ただまあやはりアーリーで決めきれないことがやっぱテタ多い気がするんですよね。なんかすごい、自分の時はアーリーで決まらず、敵の時はアーリーでサクッと決まるってなんでなんだろうな。やっぱタワーだと思うんだけどな、折れる時に折らないみたいな感じな気がしますね。まあこれなんで動画にしたかっていうと、まあ私の拙いあのスキル回し下手くそなスキル回しを見てほしかったっていうのと、多分もうちょっとかな。あ、まだか。あ、ごめんなさい、まだですね。いやー、当たってますよね。ただまあこれ白蔵と一旦門面が当たるの分かってたんで、ボットに行きますね疑惑の判定ですね、今の完全に。まあウルトがあれば追いつけますので。いやでも今の一旦門面の白蔵のやつは1スキ当たっててもよかったんじゃないかなって。あれ目の前とかああいう時ね、がばっちゃいますからね。横の判定がほんまに渋いですね。うん、スコアはって感じですけどね。まあ、そう、明治構成が最近すごい多いと、まあ、こういう感じでマークスマンがいなくなって、刺するとタワーが折れなくなっていくっていう。そうですね、そんな感じがしますね。でこれ自分一人でいけるかなと思ったんですけど、全くもっていける気配がなかったですね。まあ致し方なく諦めるやつですね。金はねあるんですけどねでもって感じなんですよね。結局銀閣とか使ってればね、まあこういう時いけるかもしれないですけど、レムですからね。やっぱり一人に対しての火力が強い、まあウルトが多少強いですけど、また当たっとるんですよね。味方が PK されたわ。まあ、寄る気は全くないやつですねオブジェクトで買えるかななんて思って買えるしてますね。まあビルドとしてはペラペラになるのまずいんで、早めに突撃ニャンを買ってますねって感じで、金持ってるからっていう状況ですね。でまあ赤バフしながら、まあまったりとこれからか。ダンエーっていうそう、この動画の理由、ここでサレンダー通すのっていうことでビビったんですよね。早いっすね。全然負ける試合じゃなかったんですけどね。まあノーマルなんでいいっちゃいいんですけど、いやマジかってビビったやつっすねこれ。いやなかなかな試合ですよね。以上こんな感じのノーマルでした。以上がレムの練習風景でした。ちなみに最後の試合はやっぱり AI じゃないですよね。いやー、さすがにノーマルなんでね、まあ降参もいいかなと思いましたけど、早すぎてびっくりしました。よければチャンネル登録お願いします。